では、音読しましょう。一緒に読んでいきましょう。えー、っと、ここから行きましょうか。w h a t s u p p か。全部で100個ありますからね。日本語も読みます。声に出してください。one, two, t h r e e w h a t s u p 元気どうしてる ?How's it going? 調子はどう ?Long time no see. 久しぶりだね。Nice to meet you. はじめまして。Catch you later. またね。Take care. 気をつけてね。See you around. またね。How are you?How have you been? 元気にしてた ?No worries. 気にしないで。I'm on it. それやりますね。挨拶ですね。これも読みましょうか。挨拶、別れ。Greetings and farewells.Have a, a good one. 良い一日を。Good to see you. 会えてよかった。Take it easy. 無理しないでね。See you in a bit. 素顔う。 Catch you soon. またすぐにね。Hang in there, 頑張って。Nice seeing you, 会えてよかった。It's been a pleasure, 楽しかったよ。Till next time, また次回ね。See you tomorrow, 明日会おうね。これ、例えばこの、It's been a, じゃなくて、どこだこれ、かな。Hang in there, Catch you soon. See you. Take it easy. Good to see you. あれ えっと、ナイス seeing you とかなんかあったよね。どこだっけ ?It's been a pleasure. あったら、ナイス seeing you。あえてよかった。これ、ナイス o see you だと、えー、っと、過去じゃなくて今、あえてうれしいですっていう意味になるんだけど、ナイス seeing you だと、あえてよかったっていうような意味になるんですが、これね、意外にそれどっちでも大丈夫なんですよ。だから、そんなことは気にしないで喋っちゃいましょう。使っちゃいましょう。向こうがちゃんと、えー、都合がいいように理解してくれますから。ここもね、take it easy. Good to see you. Good to see you. あえてよかったみたいなね。これね。えっと、これ、あえてよかったってなってますけど、えっと、今あえてよかったって、会ったすぐその時に挨拶してるっていう場合に使いますね。えでも、そこら辺のところ、この区別をつけてやったりすると、時間もかかるし使使、使えないですからね、もうね。あのそうやってえ臆病になっちゃうと。だから、どんどん使っちゃいましょう。ね。こういうやつは。で、確認、理解。 Confirming and understanding. Got it. わかりました。えー、Make sense. 理にかなってるね。I see your point. 君の言いたいことがわかる。I get it now. 今わかった。That's right. その通り。You r e spot on. その通りだよ。I'm with you. 君の意見に賛成。Fair enough. それで十分です。

そのことに関して申し訳ない。appreciate d 感謝してます。much obliged. 本当に感謝しています。sorry to bother you. お邪魔してごめん。reaction.reactions.sound good. いいね。awesome. すごい。you bet. もちろん。that's cool. いいね。that's insane. 信じられない。unbelievable. 信じられない。 That's a shame. 残念だね。What a relief. ほっとした。No way. まさか。You nailed it. よくやった。提案依頼。Suggestions and requests.How about this? これはどう ?Could you give me a hand? 手伝ってくれる ?Would you mind? してくれませんか ?Why don't we? 一緒にしない ?Let's grab a bite. ちょっと食べに行こう。 Let me know, 教えてください。Give it a shot, やってみて。Help yourself, ご自由にどうぞ。ご自由にとって食べてくださいって意味ですこれね。Take your time, ゆっくりどうぞ。Give it a try, 試してみて。約束予定 promises and plans.I'll be there, 行きます。Count on me, 参加します。I'll take care of it, 任せて。 Hold on a sec. ちょっと待って。I'll let you know. 教えますね。えー、っと、Let me,、uh, let's meet halfway. 中間地点で会おう。I'll keep you posted. 続報を伝えます。I'll follow up on that. その件について確認します。I'll get back to you. 後で連絡します。It's a date. 約束だよ。 状況、状態、situations and conditions。all set、準備完了。out of order、故障中。in the mood for、の気分。under the weather、体調が悪い。on my way、今向かっている。it's up to you、君次第だよ。out of the question、論外だ。in a nutshell、要するに。a piece of cake、簡単なこと。 in the nick of time, ちょうど間に合って。感情表現 expressing emotions. over the moon, 大喜びしている。fed up with, にうんざりしている。blow off some steam, ストレス発散する。last for words, 言葉を失う。down in the dumps, 落ち込んでいる。on cloud nine, とても幸せ。get a kick out of, を楽しむ in high spirits 元気いっぱい。in seventh heaven とても幸せ。scared to death 死ぬほど怖い。便利な日常表現。handy daily expressions.give me a break 勘弁してよ。it slipped my mind 忘れてた。just in case 念のために。for good に。piece of cake 簡単なことさっきもやりましたよね。 これと繰り返しをちょっと入れてもいいっていうふうに設定してあるので、こうやって繰り返して出てくるんですけど、これ意外に大切なんですよね。一度に繰り返すんじゃなくて、こうインターバルを得て繰り返す。大体こういう熟語っていうのはまあ何万もあるんですけど、たい100か200くらいを覚えると、あとはね、似たような感じなんで、どんどん覚えられるんです。その100か200を最初に覚えるのは、こうやってずっと読んでいくだけ。そしてそれを1日1回。そうすると1 0 0で100回やりますから。 で100日でだいたい100か200をだいたい分かるようになります。自分でやつまだ使えないかと。で、それさらにあと100日やると自分で使えるようになります。で、その頃にはもうすでに次の100、200、1000くらいまでをなんとなく初めて見ても分かるようになるんです。でも最初100日やらないとダメね。これ今だいたい全部で5分。もうちょっと今私無駄話してるんであの、えっと、5分以上かかってると思いますけど、これだいたい5分間かかるんですけど、この5分を100日。最初の100日。 最初の50日くらいは全く覚え,れ覚えられません全然効果が出ませんでもそれから少しずつ徐々に効果が出てくるんですつまり100日でだいたい分かって次の100日でかなり自信がついてさらに次のものが覚えられてさらに次の100日で日常会話がもうほとんど大丈夫になるこの時空語だけでつまり300日、1年です1年って 赤ちゃんが言葉を話し始める頃だよね、ちょうどね、1歳。それって人間のやっぱり能力なんじゃないか。小さい時に能力はなくなってしまうと言いますけど、確かにそうですけど、大人になってもその能力はある程度残っているんだと思います。そしてそれを補うのが知性ね、それから日本語の知識、語学の知識、それから常識、そういうもので補っていけるので、赤ちゃんよりも早く覚えることができるはずです。じゃあ、So far so good. ここまでは順調。on the t i p of my tongue 喉まで出かかっている。for real 本当に。that's more like it それでこそ。それでこそっていうのは、まあそういうもんだよねとか,から、えーと、それらしい。だから、えー、that's more like you だと君らしいよ。それでこそ君だよみたいな感じの言い方の時ね。I could see が欲しいな、必要だな。